私は国産仏壇のトップセールスマンです。国産仏壇、この素晴らしい宝を一生懸命販売してまいります。 金箔が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の永田幸希でございます。1月の24日金曜日、今日も元気に朝4時起き、朝4時半出勤開運社長でございます。私はですね、国産仏壇を売って売って売りまくります。えー、この国産仏壇、輪島漆器、 の技術を生かした金箔が吹いても剥げない国産物団。素晴らしいお仏壇です。あのこちらにありますけど先代の私の父永田隆が作り上げました輪島漆器の技術を生かした金箔が吹いても剥げない国産仏壇でございます。 あの、とてもですね、素晴らしい。やはりですね、今ほとんど中国製が9割なんですよね。日本製はすごく少なくなりました。ただ、日本の職人様はですね、仕事が丁寧、一生懸命頑張ります。国産仏壇は人生開運の仏壇だと私は確信しております。はい、一生懸命頑張っておりますので、よろしくお願い申し上げます。